うん、まあ、今日はですね、開催直前、はい、何があります？広島といえば、広島といえば、はい、開催直前、何？カープもう開幕しとる。あ、そう、はい、サッカー、うん、よし、もう終わり、終わり、終わる、もう終わる、うん、どうすか、あれですよ、 G7 広島サミットが、あれね、はい、あれね、開催直前ということで、確かに今日はですね、その徹底解説を、お、前回の続きです。あー、そっかそっか、はい、そしてこの G7 について詳しくね、今日は解説をしていただくあるんですか、あるみたいですね。先生をですね、広がりさんが呼んでくれて、なるほど、そう、大事ですね。まあ、俺ら分かりませんか。そうですね、はい、でももういろいろしっかり教えてもらいます。じゃあその先生、俺はもう誰か分かんないんですよ、うんうん、先生をお呼びしたいと思います。はい、先生お願いします。はい、どうもですよね。なんだその、そのアクション俺じゃいけんのですよね。いや、俺1年半近くやっとって、はい、まあ、歴史とか今までやってきたね、都市伝説とか、はい、でも俺の一番得意分野ってここだけね、実は。おー、うん、世界情勢を含めた近代史やけ、はい、今日はちょっとリアルにテンション高いちょっと圧がすごいね、うん、ウキウキ感めっちゃすごい。そうだろ今結構広島ってなんかすごい緊張感というか、ゴールデンウィークを明けてなんか一気になんか警備体制に入っていったっていう感じなんだけど、まあさっきも言ったけど広島で G7 っていうのがあるわけよね。でこの G7、 じゃあレオ君ここにも書いたんだけど、読んでみて。ここ G7 主要国首脳会議でグループオブセブン、そう、グループオブセブンで G7 なんよ。かっこいい、かっこいい。でもっと付け加えるとサミットっていうじゃん、はい、サミットって意味は頂上なんよ、で逆に言うと俺らがトップだよみたいな感じにも取れるけん、はい、逆にこの国以外の人から見たら何上から目線っていう批判もあるのも事実なんよ。なるほど、まずねそこはある、はい、でこのさっき言った G7、 じゃあここにも書いてるけど日本、アメリカ、カナダ、フランス、イギリス、ドイツ、イタリアでプラス EU 欧州連合も来るわけよね、うん、国で言ったら7カ国でプラス EU なんよ。なるほど、 EU って何ですか。例えば牛若、このこの国を見て何か思うことない？ヨーロッパめっちゃ多い。そうよね、ヨーロッパめちゃくちゃ多いよね、うんうん、あと日本なんか浮いてないですか？ほうじゃろうこれ、はいはい、でも実はこの分を歴史、さっき言った近代史を理解しとったらここの国って大体わかるよ。へえ、うん、例えば日本、アメリカ、カナダにおけるよ、フランス、イギリス、ドイツ、イタリアっていうのは、はい、第二次世界大戦前の列強国なんよ。な、列強国、どういう意味？まあ簡単に言ったら世界はまあ言ったら世界を牛耳っとった連中の国なわけよ。強い国、強い国だったんよ。ああ、なるほど、うん、が集まっとるっていう、はい、いうの面もある。そこに日本が入ってる。日本は、はい、アメリカ、うん、フランス、うん、イギリス、ドイツ、うん、はなんかこう、うん、歴史で習った気がします。よくなんか、うん、戦争とかね、うん、確かに強そうやってた、うん、イタリアってイメージなくないですか。でもイタリアは第二次世界大戦の時に三国異同盟ってなかったよね。日独伊って あ, あった気がする。あったろ。ごめん気がするだけど連合国と連合国と数字国って分かれて戦争があったんよね、はい、第二次世界大戦は。その時は日本、ドイツ、イタリアなんよ。あ、本当だ、うん、で実はイタリアっていう国もそこそこ経済規模大きい。あ、そうなんですか、ね、そうなんよ。で日本も今でこそ日本って書いてあるけど戦前は大日本帝国だけ。そうですね、確かに帝国だったわけ、はい、うん、イギリスも大英帝国。あ、なるほど。そうなんよ。まあちょっと話は長くなったけど、はい、こういう集まりなんよ、うんうん、でじゃあ現在で見たら G7 の世界の総資産全部の地球上にある資産のなんと6割はこの7カ国が持ってる。へえ。で世界の GDP で見ても約半分 45% はこの7カ国で上げとる。まあ国内総生産、簡単に言ったら国力よね。簡単に言うと今で言ったら1位はダントツでアメリカ、アメリカ、2位は中国、中国、
3位は日本、あ4位はドイツ、3位で日本、おうよ、日本は中国に抜かれるまでは世界第2位だったんだっけ、ぐらいの日本人で、やっぱ日本に住んどったら分かりにくいんだけど、なんか日本ってすごい島国で、うん、なんか弱ちい国に見えるじゃん、うん、そうですね、だけど経済で見た感じ言ったら今でも世界で見たら3位なんよ、日本すごいん、うん、で人口も、まあ、約7億7千万、はい、まあ、10分の1の人が住んどる、これで G7 なんやね。でそこに実は1998年から2014年までロシアも入っとった、はい、これ何ロシア47って これ G なんやあ、そうだG ロシア47もなんか売れそうな、うん、なんか切れ系多そう、まあ、G8 G8 やったんや。でも現在は2014年からはロシアはお前仲間外れって外れとんよ。あ、そうなの。そうね、これはまあ後でまた詳しく説明するけ。もう9年前からロシアはじゃあ抜けてる。抜けてる。でこのじゃあ G7、はい、じゃあなんでできたかって、まあ、ちゃんと歴史があるわけ、はい、でこれ実は1973年に日本でもあったんだけどオイルショックってあったんよ。なんか生まれる前だけどね、うん、スーパーでもうトイレットペーパーがなくなったりとか、はい、要するに石油の値段が一気に上がって、はい、物価が一気に上がったんよ、はい、でそういう分からで、まあ、世界的な不況があったんよ、実際世界で。でその中でアメリカがこのままじゃちょっと意見けん、ちょっとみんなで集まって話しようでって言って、一番最初に実はホワイトハウスの地下の図書館に、これ秘密非会合だったんだけど、秘密に集まったのがアメリカとイギリスとフランスと西ドイツ、これが集まって最初に会合を行ったんよ。でこれはまだ G7 とかできる前、はい、これがライブラリーグループっていう、まあ非公式の会合をしたんよ。さっきも言ったアメリカの呼びかけなんよ。で集まったんよ。で当時この1973年の GDP を見たときに、はい、これってあのもう上位なんよ。中国はまだこの時はあのまだ社会主義で、あの全然経済が今みたいに大きくなかったんよ。でその次の年、じゃあアメリカが日本入れようやって言って G5 だった。これアメリカが日本入れようって言ったよ、そこで初めて G でくくられた、うん、そう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 。でその翌年1975年に第1回フランスで開催したよね。これがもう公式にサミットを G5 で行うはずだったんだけど、はい、なんとここにイタリアの首相がなんで俺に声かけんのかって言って乗り込んできたよ俺も仲間に入れろと。強っ、ジャイアンだ、うん、これ漫画では話だけど本当の話なんよ。で G6 だったよ。それでも勝手に来て、うん、いいよってなったんすか。なったよ。じゃあ、うん、そんなやっぱりその当時のイタリアも力を持って、そうなん、非常に言えるぐらい GDP で見ても世界で当時は6番目だったよ。ああ、そうなんですね。だからここで見たら分かるんだけど、ヨーロッパばっかりじゃんか、うんですね、はい、でこれはちょっとバランスが悪いって言って、またアメリカが言ってちょっとカナダも入れてくれへんって言ってカナダも入ったんよ。そんなノリなんですね。そんなノリで G7 って言って、ここから G7 がスタートしてる。それで G7、 うん、その中で G7 だったんだけど、1998年から2014年ロシアも入って G8 になった。ああ、そうかそうか。ああ、本当だ。そうなの、うんうん、で実はこれ毎年開催されるよ、世界中でこの国の中で、はい、持ち回りないよね、はい、でその中で日本でも当然今回が広島サミットは初じゃないよ。本当ですね。1979年86年93年東京で実は行われとんよ、東京サミットって言って。本当ですね。うん、で実は分岐点があったとしたら、これ2000年に沖縄だったよ、名護サミットって。ああ、なんかちょっと聞いたことある。聞いたことある、はい、これで初めて東京以外の地方都市でやったんよ、うん、やっぱ理由があるんですか、沖縄で行われた。正直言ってそれはあるね。あ、政治的アピール、世界的にアピールじゃないけど、はい、当然例えば沖縄でやった時に、この時にあったのがクリントンだったんだけど、はい、が例えば沖縄基地に行って、はいはい、で何とか基地ちょっとこうちっちゃくしてくれないみたいなお願いをしたけど、まあ実際何も変わらなかったんだけど、なるほど、まあ、そういう、まあ、セレモニー的なのがあったんよ、はい、で2008年北海道、うん、で2016年三重島サミット、伊勢島サミットで、今年が2023年、はい、
が広島49回目なんや。来年だったらね、記念すべき50回だった、ね、ただ実際は去年もう1回やっと、2回やっとんよ。これはロシアとウクライナの戦争の分でもう1回集まっとるよ。集まっとるよ、どうするかっていうんで。なるほど、うん、ちょっとじゃあそこで、まあ、G7 の中でもちゃんと考えましょうっていう会があったんですね。そういうのがあった、でこれが5月の19日から21日、まあ、広島の宇品にあるプリンスホテルで開催されるというのが、まあ、大まかなこの広島サミットのまず流れかな。広島なんかよく入りましたね、東京とか、うんうんうん、沖縄とか北海道とかそういうのがあるじゃないですか、うんうんうん、じゃあそこら辺の話をちょっとこの次にしたいと思うわ。